セイルラージ5歳馬、今日は3ヶ月組の競馬になりますが、1番人気となっております。阪神での勝ち鞍もあります。2番人気は8番のハーキュリーズ4歳馬、3番人気は2番のネオザウィナーと続いております。柏さん、ネオザウィナーどんなレース期待したらよろしいでしょうか。はい、そんなに先行力ないんでね、はい、この組み合わせでしたら中段のインになってしまいますかね。2期の中ではセールラージも差しタイプ、はあ、そうですね。11番のアバウトなんかが外の方ですけど先行すると思います、はい、あ、そうですか、はい、でも阪神の戦力そんなにね、参考なすぎまでは展開がポイントじゃないんでね、そうですね、早くはならないと思います、はい、スタートしました。好スタート、ネオザンウィナー切りました。先行争い、外からテイラーバートン一目散に飛び出しますが、内から押し通してラディアーレかわして出ていきました。まずこの2頭、3馬身4馬身がいて、外から名将ドナリオわずかに3番手に上がるか。ネオザンウィナー並んでいっています。1馬身半差、外からアバウトを追い上げて、その内からはシャインが行きました。その後1馬身半差、1番のキモンレッド、そして外セイルラージつけています。中段後ろ縦長の展開になりました。3コーナーカーブ直後にラブラボルテージ、あとは2馬身3馬身フェイズシフトが後方から4投目、その後2馬身差でハーキュリーズ後方から3投目 1000m 切りました。そのうちアドマイヤバートン、最後方4番のアルティシムス、縦に長い展開で3、4コーナー中間800を切りました。ラディアーレ後続に5馬身6馬身のリード、2番手ポツンとテイラーバートン、その後ろがまた7馬身ぐらい空いています。インコース名将ドナリオが3番手ですが、外からアバウト2頭の間、シャインが続いて600を切って4コーナーカーブ、その後ろネオザンウィナー、さらにセイルラージ、今先頭までは10馬身まだ以上あります。第4コーナーから直線逃げますラディアーレ、先頭で1馬身半のリード、やや離れた外からテイラーバートン追ってきた。テイラーバートン並んでいって300を切ります。その後は3馬身4馬身がいて、外に出して名将ドナリオ、ネオザミナー追い込んできた。その1馬身半後ろに叩いてセイルラージですが、伸び足はどうでしょうか。あとは8番のハーキュリーズが追ってくる。坂を駆け上がってラディアーレ、今度は苦しくなって外から名将ドナリオ、さらにはネオザミナー、名将ドナリオ先頭、名将ドナリオ5塁、ネオザミナー2着、その後の3番手ラディアーレ打ち出し沿い残したか、最後に迫ったセイルラージ、内外離れて3着争い微妙。勝ちの計1分37秒、だいぶ派手な展開になりましたけれども、10番の名将ドナリオ、2番のネオザウィナーという体制で、1着2着に入ったようです。柏さん、ここからのあれですね、外側が伸びてくるんですが、はい、伏兵が見せ場作りましたがね、やっぱりインの方であのペースですとちょっときついんですかね。そうみたいですね。外に出した名称となりよと、はい、からネオザウィナーは4、5番手のインから直線は外に行きましたね、外に出した組、はい、であれだけ接戦に見ると実はこんなに差がついてしまうんですからね。そうなんですね、ババインの方が悪いなというのは大きいですね。そうなんですね、名将ドナリオ、ネオザウィナー3着ですが、結局逃げたラディアーレが一番内ですが、残したかなという体勢に見えますけれども、外からも13番のセイルラージが迫っておりました。さて、これはどれぐらいなんでしょうかね、名将ドナリオ、これはちょっと3番人気までには入っておりませんでした。中波乱ぐらいかと思いますけれども、また後ほど決定ご案内したいと思います。さて、それではここで、阪神のメインレース、ここで振り返ってご案内します。毎日杯ですが、一番人気は6番のヒストリカル、でした。距離 1800m、皐月賞への、最終切符なんですが、レースをご覧いただきます。収まって係員が離れました。スタートしました。先行争い、テイエムハエン風、押して押して出ていきました。リード1馬身、そして久々にダローネが2番手先行していきました。そのうちからアドマイヤブルー3番手に上がって、外マイネルカーミン並んでいきました。さらにエアソミュール、インコースは藤正エンペラー、これらが先団を形成。直後にピタゴラスコンマ、そして追い上げたマウントシャスタ、中段の一角馬群の中からスルスルっとエロイカ追い上げていきました。これらの後ろに6番のヒストリカルつけて、外回りの3コーナーへと向かいます。あとは2馬身差、後方から3投目、外目の追走スピルバーグ、クロスカップリング、2馬身3馬身がいて、湘南ラムジが最後方です。外回りの3コーナーカーブへと入っていきます。
今度は外からダローネが行きました。ダローネが行きました。リード体半分、3コーナー 1000m 切りました。インコースマイネルカービンが2番手、そしてアドバイアブルー3番手、そのストピタットエアソミュール4番手から3番手を伺って3、4コーナー中間、ピタゴラスコンマ、その後ろにエロイカ、インコース1番の藤正エンペラーで800を切りました。4コーナーに向かいます。その外マウントシャスター並んでいます。その後1馬身差、ポジションを押し上げてスピルバーグ、大外から上がっていきました。クロスカップリング、そして後方のインコースにヒストリカルつけていますが、先段馬群全く一塊、あとは2馬身がいて、テイエムハエンカゼ、湘南ラムジ、さあ第4コーナーから直線に向かいました。コーナーワークでマイネルカーミン振り切って1馬身半のリード、馬場の真ん中、またダローネが先頭に躍り出るか、そのうちからアドバイアブルー、外からマウントシャスタ、マウントシャスタまとめてかわした。さあ雷鳴とどろく阪神競馬場、マウントシャスタ一気に先頭に変わって1馬身から2馬身のリード、これをめがけてスピルバーグ、さらに外からヒストリカル追い込んで坂を登ってくる。マウントシャスタ100を切って先頭ですが、外からヒストリカル、ヒストリカルがさあ並んで捉えるか、内外離れてゴール、この2頭の間スピルバーグは3番手。ご覧のように一旦苦しい位置だったんですが、外立て直したヒストリカル、最後炸裂いたしました。柏井さん、はい、まあ、ディープインパクト3区なんですが、らしいといえばらしいんですが、ちょっと行くとこ探してましたけど ね、うん、そうでしたね。結局は行くとこがなくて最終的に一番外に行きましたね、はい、この5番にしては珍しく61秒3ですから平均ペースで、はあはあ、で満を持して人気の1頭マウントシャスター先頭に立った形だったんですが、はい、それからヒストリカル、うん、ね、まあ苦しい位だと思うんですがね。そうですね、ここからは前回ワールドエースに負けた時はちょっと小ささだったんですが、今日は切り伸びましたね。そうですね。で改めて木更木将軍の評価が1頭あったのと、そうですよね、この毎日は最近は確かテイエムオペラオンは最後だと思うんですよね、サツショーに出て構想したのは。そうです、ね、1、2着は賞金的に考えてサツショー出られますが、どちらかというとなんかディープスカイとかキングカメハメハとか、はい、アドマヤメインとか、一息入れてダービーというのが正解なような、ステップなんですがね。そうですね、難しいです。まあ挙手どうなるかということですね。でもカンパニーの下、味がありますね。味ますね、ありますね。三位賞前走はワールドエースに敗れたんですけれども、そのワールドエースは若葉ステークスで初戦も勝っておりますので、はい、やっぱり三位賞組ですね。特に最近関西馬構成と同時にね、はい、木更木賞出てる馬が圧倒的にクラシックで強いんです。そうなんですね、上位を進めるとね。あとジャスタウェイとかいろいろおりますんでね。そう、もう共同追試制覇とかではないんです。ないですね。ダートの 1200m 向こう上面の左手ですが、各馬がこれから枠入りを始めようかという時間で今スターターが動いております。直前の人気ですけれども、アラン・ルースですね、一番人気ですね、はい、2倍ちょっとですか。一番人気は8番アラン・ルースで2倍、うん、2番人気は12番セイウン・オーサムで 6.6 倍、はい、3番人気は1番アルベルティで 8.4 倍となっております。はい、アラン・ルース一番人気は動いておりませんでした。アンパーレが鳴りました。ダートコース不良という、今日は3乗ともダートの方は不良でした。中山の最終レースです。柏木さん、アラン・ルースは前に行ける馬なので、はい、まあ、自分の競馬ができますよね。はい、スタートは悪くないですね。そうですね、おそらく花か2番、はい、2、3番手か、明らかに先行有利ですからね。そうですね、ババコンディションね。さあ枠入りが終わります。中山最終12レースです。スタートしました。外でアイシークレットいいスタートを置き、おっと1頭落馬していますが、後方で1頭落馬、10番のプランシングレディがどうやら落馬です。向こう上面から第3コーナーに向かってアイシークレット好スタートを切って、リードは3馬身から4馬身です。アラン・ルース2番手、ホリデー投手、あとはイース・マイ・ダーリンが4番手の外目、あとデイ・ブレイクが追走をして、その後2馬身差、2馬身差で12番のセイン・オーサム、第3コーナーの間もなくカーブに入ります。あと中段のやや後ろにカプリース・レディ、あと3馬身差、ゼッケン3番ダイヤ・ヘルムスが追走をして、競泳プラウド、並んでいったザ・ハヤテ王です。あとは1番のアルベルティ、3、4コーナーの中間、サーストン・サブリナ、キャニオン・ルナが追走をして、あとはポリティカルパワー、最高峰は6番のスノープリンスの展開で4コーナーのカーブ直線コースに向いてきます。
前はアイシークレット先頭でリードは1馬身ぐらいアランルースが並んできた。アランルースアイシークレット、あとはデイブレイク今3番手から前2頭に迫って、あとはセインオーサムが4番手の視線です。牛から追い込んでくるのは1番のアルベルティも迫ってくるが、前はアランルース、アランルース、デイブレイク、セインオーサム、アランルース、アランルース、あとは外からセインオーサム、アランルースか、アランルースか並んでゴールイン、わずかにアランルース、外セインオーサム、1分11秒で振り切りました。8番のアランルース、これに迫った12番セインオーサム、その後9番のデイブレイク、2番手つけた8番のアランルース、ここはもう直線は抜け出して1番人気に応えました。2番手にはセインオーサムが最後一伸びを見せて2着まで上がっております。ここは危なげない競馬でしたですね。はい、コースタートからね、はい、シークレットも飛ばしたんですがそんなに追いかけずに、まあ、2騎乗位の 1,2,3 着ですよね。そうですね、時計勝負の線に分かってますんでね、紛れが比較的少ないレースだと思います。そうでしたね、はい、はい、月経賞を、ご覧いただきたいと思います。ルーラーシップは圧倒的な1番人気でした。さあレースをご覧いただきます。枠入り終わりました。スタートしました。ルーラーシップも好スタートを見せました。まず敬愛道祖神が出てまいります。敬愛道祖神中をつきまして、猫パンチ、これが今競りかけていきました。一番内からはサンテミリオンで、どうやら先頭は猫パンチです。猫パンチ、敬愛道祖神、サンテミリオンという流れになりました。後にはアクシオンが追走して最初のコーナーです。これからスタンド前に差し掛かってまいります。先頭は猫パンチ、2馬身のリード、敬愛道祖神が控えで2番手になりました。3番手にはサンテミリオン、その後外を回りましてアクションが4番手から3番手を伺います。ネバブションがそのうちちょうど5番手ぐらいになりました。これからスタンド前の坂を登っていきます。先頭の猫パンチ、リードはもう8馬身、9馬身、10馬身ぐらいと開いて単独トップを先頭に立っています。2番手は敬愛道祖神、その後サンテミリオン、そしてアクション、ネバブションという体制になりました。現在最高峰は7番のウィンバリアションと流れていきました。ルーラーシップですがまだ後方集団におります。馬群の中です。さあ単独飛ばします。ただ1頭の猫パンチです。向こう上面出ていきました。10馬身ぐらい開いています。2番手には敬愛道祖神、その後にはアクションが3番手、4番手外からはヤングアットハート、内1番のサンテミリオン、その後にはフェイトフルフォート流れていきまして、その外に今ルーラーシップです。その内2番、2番のネバブション、そして下がりましてコスモロビンがおりました。あとは後方集団で5番のマイネルキッズ、そして当選ラー、あと下がりましてユニバーサルバンクス、内をついて3番のスノークラッシャーと流れていきました。これから馬群が固まってまいりますが、2番手集団が固まって、ただ1頭ポツンと猫パンチが逃げて、3コーナーのこれからカーブに入ってまいりました。まだ10馬身ぐらい開いています。2番手集団は敬愛道祖神とうちのサンテミリオン、外を回りましてはアクシオンと動いていきますが、その直後に今ルーラーシップが接近してまいりました。ルーラーシップ今ようやく中断ですが、先頭はまだぐんぐん飛ばしています。第4コーナーに入りました。5馬身から6馬身ぐらいのリードとなってまいりました。大外を回りましてルーラーシップがどうやら今2番手から先頭を追います。敬愛道祖神、一番内からはサンテミリオンです。さあ逃げます猫パンチ、坂を登っていきました。猫パンチが先頭ですが懸命に追います。ルーラーシップ、ルーラーシップ、猫パンチまではまだちょっと距離があります。猫パンチ逃げた、猫パンチ結局逃げた、逃げた。さあ2番手集団にウィンバリアションが迫ってきた。先頭ゴール、猫パンチ、ウィンバリアション、その後ルーラーシップです。ご覧のように12番人気でした。猫パンチの逃げ切りというレースになりました。柏谷さん、この馬リズムよく走れればバテないタイプというふうに、まあ、枝騎手語っていたようなんですけれども、はい、勝った時強い、北海道でもいい競馬しましたし、ね、昨年の秋この参戦奔走するまではそんなに評価低くなかったんですが、はい、いやしかしこれはね、見事な逃げで そうですね、別に13秒台とかそういうラップ実はないんです、はい、中間に1回あるだけで、ほうほうほう、ですから 1000m61 秒台ですしね、でベテランの枝照夫騎手らしく3、4コーナーで全然ペースを引きつけないんですよ、はい、そうでしたね。ですからこれ完勝ですね。で
中段から早めに動いたルフラジップの方が失速して、そうですね、で2連覇と最高峰の馬で決まるっていうのは実は中山の 2500m でなければないんです。そういうことなんですね。あのダイワスカーレットと、アドマイアモナークでしたっけ。なるほどね。3コーナーから動いた馬が負けなんですよ、はい、そうなんですね、まあ、ですからこれは枝照牧師を絶賛すべきだと思います、そうですね、まぐれじゃないんですよ。そうなんですね、ついていかない方が悪いという、ね、それだけなんです、枝照牧師はバテない特徴を生かして早めに仕掛けましたと、うん、ダンスを語っておりました。さあ中山